ちょっと今別の破壊とかバレットの撮影をしてたんですけど、ちょっと疲れてきたんで、生放送疲れてきたので、まあいい機会なんですけどね。はい。照明が疲れてきたほど疲れてきたので、まあ有料の疲れ有料で癒す無謀なことをやってですね。ブラックティーをゼロ環境っていう昔2004年度の赤坂さんがあるんですけど、僕からは逃れられませんよ。通知だった瞬間来るので怖いわ。ね、今日カードショップで電球の帝国買って気安かわら。電球の帝国買ってきた。通知だった瞬間来るってすごい。すごいアクティブや。アクティブというかな。はい。帝国はワンチャンあるもんね。相性いいからね。はい、というわけでですね、このなんか04で何も考えてなくて、ね、はい、ユリ側がモモ肉で、モモ肉です。会話側が、トグです。はい。さっきの04関係です。そうね。なんかその、昨日の、なんだっけ、ガレットの神さん。ゲーリストキングダム6個っていうのを聞いて、面白そうだなって思ったんで、ちょっとこの辺で遊んでみます。トグさん。レイオンは、死の出来上がりが懐かしい。そうそう、04は公開されたら、お相手さんはロリンさんから。ロリニクさんって言うんじゃねえよ。死のデッキが懐かしい。そうですね。死のデッキあったっけ？死のデッキは。ほんで、バレットの神さん。なんこれめちゃくちゃ面白そう。はい、トイレやってみます。これと、あとなんか流行ったフォーマットさ、04環境と、旋風ビーフミラー。はぁはぁはぁ。ダークダイブボンバーとかがまだ使えない時代の、旋風ビーフ、BX ブラックフェザーのデッキを2個用意して、お互いに全く同じデッキが戦う。なるほど。まあ、早速ってやらないとね、正直時間がやばい。時間がやばいです。ね、明日も仕事だ。撮影ますので時間もやばいっていうことで、追加料金取られたんでね。まあ、ちなみに僕が払うんで別に、もういくつか。あらー、そんなに。お金きついんですけど。初対肉でもないです。じゃあ、みたいな。はい。先行。いいよ。先行動画昔の動画がある。先行動画。そういや、昨日夜予定あるから昼やるかも。てなかった。死んでたんですよね。僕の遠くの手札がね、ドロー込みでこれです。これですね。見えますかね。あ、夜予定あるから昼やるかもって、この撮影のことです。仕事終わりに行きたいと思います。はい。はい、待って。モモニクさんが、この感じ。映ってるわ。もちろん。じゃあ、アップにしないと見える。赤坂奈さん、手札強い。見えるかな。トミーさん。カステラさん、感度強いんごわら。サッチュアットマーク、マチルマロン。てか今普通に。僕の反応見たよね、今。見てない。いや、無敵に書けないよね、待っていい。コメント確認するぐらい。ぶっ壊してますよ。うん？OK、じゃあおじさんね。はい。おじさんね。はい。3マス近い。なんだと？もうさ、セットしてないのか。はい。じゃあ、ターンドロー。あ、遠くがあるからここから行きたい。好きなのかって。はーい。赤坂田さん。てか、ゆっくりの声イケボじゃなくなってる。あ、これ、ね、違うパソコンでやってるんですよ。いいだろう、ならば1枚、裏指示表示セット。1枚、ここにトークンを大量用意してるんで好きなのかって。夏い。スパイダーマンは何持ってくるんじゃないよ。ほら、こちらからは手を出さないで。ターンエンドが。エンド D ですか？どうぞ。トミーさん。もうダメだ。4枚、トークンが出る。トークンになります。はい。やばい。で、リンクコー。赤坂さん。はい、どうぞ。おじさん3枚伏せてるからね、すごいわら。すごいでしょ。おじさん強いよ。強いね。じゃあ、どうぞ。あ、邪魔。邪魔。サッツーアットマーク、ナチュルマローさん。これはバレソの構え。トミーさん。スケープボードが邪魔。調子によって出しちゃったけど、スケープボード邪魔だわ。先生が出したように。でもあの重さなんだろう。センダーレントバーシャンリバース。はい。こうか。どっちから魔法かけるで、スケープボードかけて。どうぞ。うわー、ラッツ。赤坂奈さん。この動きが強そうに見えるもんね。おじさんという罠。そうですね。じゃあ、センダーレントバーシャンパンチしてみよう。スケープイケニエできないんごわら。この守備力を見て、モノログがいい、500。200ダメージ。マジかよ。リバース行こうか。はい、200受けます。はい。お互いにフィールド上のカードと手札と墓地のカードをデッキに合わせてシャッフルする。
で、敵から稼働5枚で落ちる。はい、戻れ。はい、全部戻れ。お互いに傷のカードを出た。赤ちゃんの方に戻って、敵から5枚で落ちる。はい、戻れ。強っ。強っ。シャワー。シャワー、飛んでるとどうしようと思ったけど、ファイバーポット、様々なので。見えた見えた。はい、見えない、ごめん。待たない。結構、エクストラゾーンもいらないんだよね。あ、この、なんでこんなアップされてるかっていうと、このエクストラゾーン邪魔して。そうだね。すげえズームしなきゃいけなかった。遠目から見ないといけなかった。これやるとき昔のクレマ持ってきた方がいいかも。あ、間違いない。はい、かっこいいよ。捨てちゃった気がするんだけど。処分したときやる。全部戻して5枚引くっていうね、このシードカード。これやるとき好きなクレマ自分のやつだけど。ファイバー強いな、おい。好きなクレマ好きなクレマ持ってこよう。俺ポッテリリック持ってくるわ。オッケー。遊戯王じゃねえのかよっていう。好きなの5枚 ?5 枚。はあ、僕これになりました。ハリファイバーマンジ。あ、でも強いです。でも強い。強い、強い、強い、強い。全然いいです。全然いい。召喚権も残ってるんでね。はい、見えますね。この、なんで、この、これ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 、メインツアーこれからのこれの。メインツアーあるよ。リンクスじゃねえんだよ。メインツアーの。見せろよっていうか。いや、こっちが今使ってたじゃん、場所。じゃあ僕、召喚権残ってるので、モンスターをセット。はい。さらに、強力な壺を発動。2枚ごとできるんだ。すげえ。あ、強い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 めっちゃ強いめっちゃ強いくっそくっそお前見てんじゃん見えなかったわあと3枚してるじゃん分かったよ3枚してるオッケーターンドローまずこれを使おう大嵐だこのままで大嵐だ全敗だえぇ羽羽と弁当が強かったな赤坂さんダイヤが強いのんでバレットの最高だぜいやさすがに草俺の激流層とリアクティバウンド砂塵の大竜巻が最高だぜえ嘘でしょあチェーンもうダメだね終わらせたからね終わらせたからね解決後に突破されちゃうからそしてだから心が悪い鼻払ってにドローしてんのにもう腰がえ裏シリーズ打てたっけこれ表示形式は問わないフィールド上の相手モンスター一体のコントロールを得ることで自分のカードに懐かしくないこれ初期でしかも俺頑張って昔の初期のやつ集めてるから俺初期でトミーさんあんじゃ裏しみのそのパドボローかそうなんだよお前かよいやそれで、うんまあ、むちゃくちゃ見せるとセントマジャーなんですよ、うん、それ俺リバースしたら高額な壺回収できるでブレッキューなるほどね余計だったんですけどじゃあこれちょっと待って心から回収できるんじゃああセントマジャーがリバースしたんで君のに心から了解しますやめろー鬼かな鬼かよ俺手札3枚いっただけどうしよっかなぁ手札何枚手札2枚ですね、うん、オッケーで手札がね魂を削る時間っていうねオッケーバトルちょっと待ってそれあれだよねハンデスベリアスはいオッケーバトルだ、はい、アタック300はい300いきまーす、はい、ナイフで蹴るアタック300ナイフで蹴る。オッケー、ハンデスだ、1枚。ダメ。1枚捨てろ。ほら、おい、ちょっと待って。トミーさん、わらわら。いやー、これはひどい。これはひどいぞ。これはひどいぞ。私の笑い方が弱らどですか嫌です。同族感染ウイルスなんだけど。はい、え、ちょっと一番強いやつだけど、それ。さよなら。1枚捨てて、ターン終了だ。これ帰ってくるって、これ。え、帰ってこ、帰ってきません。このターンっていう表記がないのでターン終了までですねあターン終了やめてもらっていいですかそんなぶっ壊れ方が僕帰ってくるんですよ今頭に落とすターン終了までだろずっとやめてもらっていいですかごめん昔のことだったから忘れてたわそれでも元気だったよほら300ほらじゃあ飛ばしますはいおおおおそれ先輩じゃないんだっけ先輩じゃないよあダメだダメだったダメだっちゃダメだっちゃダメだっちゃダーリンダメだっちゃもうこんなところこんなにしすぎてラムちゃんになったダーリンダメだったもうこんなところで赤坂さんセントかなオッケーターンドローだよっしゃ心がり裏しみをもらっていこうほらよ誰だなんでだよまあいいや、はい、いい安定召喚安定召喚今おかしくねこれだよ魂を狩る資料が2枚になる2枚
そいつ守備力なんだっけ。4ですね。超えれねえよ。もう取るから間違いだな。超えれねえな。まあ、結果論これ、使用が趣味になったとしてもね、あの突破試合で、まあね、正解なんですけど。あとは召喚剣で何か強いものが出せば、ね、じゃあ手札からドンザルーグを召喚します。やろう。アミネス大好きかよ。バトル入ります。はい、どうぞ。ドンザルーグでアタックいたします。はい、でヒルドアタック300。300受けます。はい、半です。ほらバイバーイ。はい、どうぞ。アタック300。300受けます。半です。ナイス。もうない、もう半ぐらい。エンドで。マジで帰ってくる。帰ってくる、帰ってくる。やめてもらっていいですか。そうそうそう、僕の彼女を蹴ってるしゅうちゃん、そうそう、殺すのやめてもらっていいですか。そうそう、どうします。はい、なんだ。セット。はい、セット。エンド。あー、超えられない。お、超えられない。左手を外れてる。ね、一応戦闘で破壊されないんですよね。そう、なんか効果の最初に取られると勝手に自壊するっていう。だから、あ、裏側で心変わり言ったから破壊されないんだ。あ、そうですね。そうだね。はい。なんだろうね。ドロー。夏。懐かしい。懐かしくね。これ、何だ。懐かしいカードしかないから。そうだね。ただね、火力がない。トンザルーグ出したら何だよ。1400万です。だって倒せないんだよ、そいつ。戦闘では破壊できないと。そうですね。戦闘では、中の効果の対象に取れれば。懐かしいな、確かに。ターンエンド。トップでなんかでかいやつ。アドバンショーか。アドバンショーか。2人の極限にラバゴも懐かしかったな。ほう。ほう。ほう。カードをセットするじゃん。じゃあ、ターンエンドだっちゃう。おう。ターンドロー。いいんだってさっきから。判断が遅い。ほらー。あー。てってれー。てで、その心変わりセントマジ、あの、カードの名前は言おうね。あ、セントマジで、魔法カードが入ったんですね。心変わりは対象を取ります。あー、ダーリン死ぬだっちゃ。そして、トラップカードと対象を取ってました。対象、はい、サイクロンでした。サイクロンか。はい、はい、で、サジノオタクマキが発動したんで、そのままセットします。はい、あまりにいいんだけど、いいね、もう時間で、時短でやるの。じゃあ、ただあれ怖えな。あれ怖いな。じゃあザルベボーイだ。1200。オッケー、リバースかどうか。スケープボード。スケープボードかよ。俺は4体イケニを出すで。オッケー。00だった。00っすね。じゃあザルベで対象。はい。はい、今です。対象使えたか。治療開催されます。エンドだ。ドローするぜ。はい。なんか。おー。え、死ぬ？死ぬ？死ぬ？いいっすね。サンドロー。ここで来る。あ、いや、弱いかな、弱いな。うわー、このカード来た。あ、ちょっと、このカードね、結構好きだった。やべ、岩石の巨兵欲しい、今。死ぬほど岩石の巨兵、あの、デレスキングダムで岩石の巨兵が超強いカードとして扱われてたっていう話を聞いて、鼻で笑ったけど、今これ、すげえ欲しい。確かに、ドンザルークで突破されないから。確かに。赤魚さん。入ってるカードが守備順位が多すぎて停滞してるのかさ。そうですね。あの、ちょっと、カイクーか。カイクーだ。裏城にカイクーではなく、意外とね、破壊してくるカードが多いんで、そんなに停滞することは本来ないんですよ。セイントマジシャンなんでね。よく来るね、本当に。何、何、どれかなそうですか。ステップボードじゃないのか。じゃないですね。じゃあ、セイントマジシャンは無駄なんですけど。はい。これが無駄なんですけど。そうですね、300。半ですからね。はい。あ、300だと思う。300いけます。はい。はい、で、ドンダルーグで当たって、はい、一緒に行ってます。で、相手のデッキの上から2枚は墓地を送ります。マジで。はい、1枚目。これはね、ファイバーポッド。はい、俺のギャップのメイクって言いましたね。強引なバンペですね。おー。よし、ファイバー落ちた。どうぞ。エイド、トップ。お、光のゴム剣。おっと、サンタン生存する。そうだ、ね。壺回収したのに一瞬で笑う。そうね、俺の壺系なんだけど。割られたんだよ。ゼルダみたいなやつをいきなり来てバンと。パリン。どうぞ。オッケー、サンドロー。微妙いなぁ。あ、できない。こういう線がいいね。いいね。じゃあ、捨てて、もうこいつをこいつを捨てて。そう。俺、あの、初代遊戯王、光の暴風圏クソ弱いと思ったけど、今クソ強いと思ってます。ボケ足しは。一旦目。はい。じゃあ、まあ、懐かしいな、その、回すの。最近僕、うーん。来るの遅いかな。おう、カードを一枚セットして。はい。
たまにターンを返して赤沙汰さん俺のターンだろ回すの懐かしいな笑懐かしいね1枚つけるターン終了が左のゴムに入るのでターンですかねはいはい左のゴムのターンどれであ、強いクッソじゃないクッソじゃないクッソじゃないおっと何が来たかなオッケーこれ相手だけだっけと相手にいるかもさんが攻撃戦で俺はできる俺はできるんだできるよおおじゃあブレイドナイトを使用しようなんだってそいつ手札が1枚以下の時に、うん2000の攻撃力になりますあマジでやべ、はい、やべやつややべやつやべやつやべやつどうぞやべやつこれ弾やるからね弾やるからバトルではいじゃあカイクパンチはいじゃあリアクティブアーマーわーはい出まーすはいはいのではい頼もうはいどうぞこれひどいねひどいですねなかなか一方的展開だよよく耐えてんだって異次元のオーナーメージオーラエンドだ光の五風景が開始されるトップおーさんおー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 強かったのにおーいや違うね強奪おーおーおーおう最初回復でどうぞこの場で一番攻撃力の高いやつをでどうするのトミーさん意外だがやばいみたいなそうだねライフポイントこっち回復するんだってこれとりあえずザルーグザルーグバチザルーグザルーグはい行けますはい400ダメージ400ダメージ返します。赤坂さん、俺だった。サイバーホットすごいな。平成逆転してるもんな。そうですね、サイバーホットやっぱ強いんですよ、あれ。で、ダメージ与えたんで、相手の墓地のカード2枚除外します。モンスターカードモンスターカードですね。はい。ザルグだけです。ザルグだけ除外します。はい。もう戻ってこないですよ。どうぞ。バイバーイ。はい、ターンドロー。サイバーホット墓地のカード戻すの、ほんと強いんじゃない？あ、タイプ、1800だっけ？じゃあですね。で、相手のスタンバイしたところで1000回回れるんで、うん、1000回しますね。ダメージだけに。意味ないね。かわいそうに。600ですからね。かわいそうになっていい。はい。じゃあ、手札から。ご中小選手リリーダーはい。赤沙汰さん。ちょっと待って。強を奪って相手のライフ回復する効果あったな、以外。待ってくださいどうぞ。どうぞ。あ、はい。まとまってもよかったね、今ね。4900? 初めてですね。倒してみるか。1800ですよ。コンターンだとちょっと辛いか。こいつの攻撃力が意外と小さいんだよね。小さいですね。さて、じゃあ、異次元の女戦士で弱いにしていくパターンの方が強いんじゃないかな、回復。いや、にリリーでパンチして3000で回復するのが丸いんじゃないですか。うん、で、その女戦士残ってればこっち回収でなんか強いモンスターいるかもしれない。まあまあ、じゃあリリーで合意しようか。7ライフ払って。2000。2000ライフ払って、3000攻撃力になる。3400。3400。で、こっち1800だから、はい、僕のダメージが、はい、計算してください。1600。はい。ダメージ受けます。はーい。お願いします。お願いします。はーい。残り3300。300。300受けます。ハンドないでーす。300。300受けます。ハンドないでーす。1500。1500受けます。ハンドないでーす。3人だ。じゃあ1200。はい。ロールをします。はーい。サレンダーで。ああ、ですよね。赤い銀か。赤い銀なんだよ。はい、見たな。マスターポストは。指名者じゃねえ。赤い銀、いや、辛いんじゃん。ファイバーファイバーホット強えやね。すべての銀行ですよね。ファイバーホット強いんだよ。ファイバーホットが本当に強い。ちなみに成功でした。きつい。こっちのデメリットがひどい。はい、という感じです。はい。ちなみに04環境何からやるか最後。あ、いや、こっちで並べるからいい。あ、モンスターとかは分けてるぞ、これ。いや、また使うからいいんじゃない、うん、こっち並べるぞ、どっちかっていうと。はい。まあ、ほぼ均等だからな。まあ、昔の遊戯王なんてね、ほとんどの、そうですね、ほとんどにあれば。ほとんどが、ハイランダーコースですから。知らない人向けには見せるとか、本当懐かしいカード多いね。ライトニングボルトとかじゃねえ、じゃねえ。こんだけ全部スーパーだったんだけど。うわー、トラップ出れば。
トラコスの枠が、ここ上ちょっと絵柄だけ出して。はい。こんな感じです。ちょっと光ってるとこあるんですけど。うん。ね。こんな感じの。超無精細ですね。そうですね。魂を削る城が1枚、奈良園の傭兵部隊が1枚、セイントマジシャンが2枚、道徳監視物が1枚、ブレイブライトが1枚、ファイバーポット1枚、女戦士が3枚、異次元のね、うん、ブレイカー1、パーシアス1、シャイク1、キラースネーク1、サイコショッカー、これ最強だね、こんなザリー1、イッグ、ザリオンユニバース1枚、解約の使者が1枚、応急車戦士 BB1 枚、苦渋の選択1枚、ライトニングボルデックス1枚、心変わり1枚、光の極限1、ゴーダス1、欧州1、大嵐1、早すぎた魔女1、強欲な壺1、強引なバンペ1、サイクロン1、スケーボード1、抹殺の人1、造園1、殺人ノートトノキ1、リアクティブアーマー1、激流層1、破壊部1、リアクティブアーマーが2枚か。2枚だね。並べ方ね。はいよ。はい、リアクティブアーマーが2枚のヒビングデブ1、奈落残したもの。はい。ね。サンターボルトはないんだね、逆に。あ、ないですね。強すぎちゃって、うん、まあまあ。多分ライトニングボルテックスに変換されたのかな。当時サンダーボルトが禁止だったのか、違うね、まだあったら、ね、心があるだろうね、うん、はい、っていうところですね。まあ、ハンドコストがあった方がって考えて、これの方が多分あのリビではあるんで、うん、これ切ってとかキラースネーク切ってとか、あ、そういうような多分使い方を生み出せるっていう、あとは開拓のためになんか闇と光を落とすためのカードにするから、うんうん、多分こっちが優先されたんだよ。なるほどね。で、なんかこれを提唱した人がいて、うん、で、このフォーマットとして結構いろんなイベントとかでやられたりとか、そういうこともあるみたいな。こっちがずば抜けていい状態だよ。だいぶ前からちょっとうちでもちびちび遊んでたんですけど、久々に ね、最新のカードの方が疲れたんで。そうね。早いね。ワンデールが早い。ワンデールが早いっすね。よかったね。ある意味最近のも早いけど、うん、このゲーム、なんかもうお互い知ってる方がポン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 出してるから早いね。はいはい。エクシーデルとか、シンクロマップシンクロマップとかっていう、なんか、リンクワンターンの飛び手じゃなくて、ターンのラリーが早い。早い。だから、暇にならないよね。そうね、お互いに、ね、うん。それはいいね。昔の遊戯王ってそんな感じだったなっていうのを思い出していただければ。ひどかったけどね。まあまあまあ。試合ないわ、試合ないわね。ファイバーポットで全てこのファイバーポットに全て踏み出せるね。ひどかったけど。まだファイバーポットあのまま返しちゃったら完全負け格だから、まあそうね、まあまあまああれはあれで正解なんですが、あの後魂を削るような心変わりがあったのが、まあ最後ね。はい、というところで。心変わりやっぱ強いな。心変わりは強かったね。しかも、表示形式問わないでパクリやんだと、マジ強いからな、これ。しかもその後、表示形式を変更できないとかないし、ないから。単一の制限も、あ、まあ、これ自体が制限かな。うん。強奪されたけど特にあんまり意味はなかったです。まあなんだかまたね、デュキングダムごっこじゃないですけど、これで遊んでいけたらいいなと、ですね。とりあえず、はい、というわけでなんか特にやることないって今日まあね、ご飯とこだし、昨日なんか半端なく雑談したからね、からね生放送しますよって言ったんだけど、何かしなきゃなっていうので、じゃあちょっと収録の終わりの、この空き時間使ってなんかこうやってみようっていうので、今回やってみよう。お昼にやろうぜって言ってお昼にできないっていうのね、前回赤坂さん、ただデールキングダムごっこをちょっとやってみようぜって、まあ、ゼロ環境だったら整ってるんで、まあ、ちょっと試しにやってみようって、うん、意外にやってる側は楽しいけどね、見てる側はどうだったの、もうちょっと効果が強く内定をなんか、ね、集めたいノーマルカードを多めに入れたいの、そうするときに全ガン伏せになって停滞しちゃうんで、まあ、意味ではこれまあ割といいんじゃない、リバースで相手取れたとかで、バランスは良いのか、うん、はい、っていう感じでね、はい、出ましたんで、好きね、その表現。